皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみウプ主のみーです。今回は久しぶりにダダナサバイバーをやっていきますよ。皆さんどうもこんにちは。ゆっくりレイムですって自己紹介一度はしてみたかったレイムです。おなじみゆっくりだけどゆっくりできてないマリサだぜ。なんかすごい久しぶりなダダサバイバーって感じね。ずいぶん遊んでなかったから色々アップデが来てるかもな。どうやらプレイヤーに女の子キャラが追加されたみたいだよ。え、ほんとに、どれどれ？ああ、確かに、髪型と服装が女の子だ。3200円で女の子になれます。とんでもなく誤解を生む言い方だわ。これはバトルパスなんだな。スルッと手が滑って買ってしまいましたよ。キャラ名もちゃんとあるのね。月読みか、和風な感じだぜ。今回はこの月読みちゃんでステージを攻略していきたいと思います。装備しているのはもちろん廃課金チヘド装備よ。チヘド。課金しすぎてウプ主が後悔と絶望の血を吐いた装備ってこと。怖いわ。それでは早速やっていきましょう。ちょっと、戦闘中の爆音まだ治ってなかったのね。これ地味にびっくりするよね。月読み専用技の月下一山を選択するぜ。え？月が転生？死神代行じゃねえ。どんな技なのか見物だね。斬撃を飛ばしている感じかしら？かっこよかったな。ある程度範囲もありそうだったし。見た目が女の子になるとなんかより可愛くなるね。戦う女の子、いいじゃない。スキンが変わるだけで新鮮味が増してよりゲームが楽しめそうだ。技もしっかり強化していきますよ。ゾンビどもを一撃で複数ぶっ飛ばせるのはスカッとするわ。しばらくゾンビ倒してなかったからこりゃいいね。定期的にゾンビを倒したくなるな。歩いた後にはもちろん炎が。恐ろしいぜ、廃課金装備。みんなも課金は無理のない範囲でしてくださいね。ウプ主は無理する課金、無課金よ。だから血ヘドを吐くんだよ。スマホアプリって追課金しちゃうんだけどあれ怖いね。いつの間にかカード会社の請求がとんでもないことに。それ以上怖いことはなかなかないぜ。月読みちゃんがどんどん強くなっていきます。無敵の女ゾンビになる日も近いわ。感染しちゃダメだろ。遠距離攻撃の銃と近距離の月下一山のコンビ、いいんじゃない？そうだな、頼もしいぜ。あっはっはっは、ゾンビが塵のようだ。ストレスなくどんどん倒せるのはいい気分だよ。ゲームでストレス溜まってちゃやってられないわよね。レベル15まで来ました。ここで中ボス襲来だぜ。そうだそうだ、ボスがちょくちょく来るんだったわね。誰が相手でもこの3200円の月読みちゃんの敵じゃないぞ。生々しいわ。携帯ぶん投げマネージャーね。いいわ、相手してあげましょう。おお、斬撃がかなり強い。いけいけー、マネージャーなんかスパッと倒しちゃえ。なんで女の子がこんなところに。月読みは可愛いだけじゃないのよ。強い。そんなバカな。よし、順調順調。この調子でボスに向けてどんどん強化していこう。やっほー、歩いてるだけでゾンビたちが弾けていくわ。ゾンビ映画でもこれくらい無双してくれないかな。何映画かわからなくなる。そもそもこのドロドロしてんのはゾンビなのか。ゴロじゃない。なんと戦ってんだ。女の子だからって甘く見たらとんでもない目に遭うわね。これが3200円パワー。美味しいお寿司を犠牲にして解放しただけあるわ。そんな裏話があったの。購入するのを迷ってる方はぜひこちらを参考に。と言ってもステージはまだまだ序盤なんだけどな。アプデでどんどん解放されるからなかなか追いつかないわ。ステージスキップチケットみたいなの売りません。売ってくれねえだろうよ。火炎瓶強化で当たり一面キャンプファイヤーです。キャンプファイヤーで友と夢を語り合う人生が良かったな。そんな人生なかなかないぞ。キャンプファイヤーでマシュマロ爆発させる人生が良かったな。今から爆発させてこいよ。飛び道具に強力な斬撃と遠距離射撃。もう怖いものはいないだろ。おお、さらに月下一山が強化できちゃう。今度はピンク色になるみたいね。おお、円形に斬撃が回った。かっけーこういうのを待ってたのよ。円形攻撃でぐるっと囲まれた時も安心ね。それにすごい速度だぞ。この時間に勉強、家事、掃除、何でもできます。ゲームをやれよ。これよく見ると大量の蛇が押し寄せてきてるのよね。蛇が苦手な人だったら地獄だな。気づけば経験値が綺麗な円形に落ちているという状態になりました。一体どれだけの敵がここで倒れたか、恐ろしいわね。さあここで中ボスの登場だぜ。今回の中ボスは誰だ？ウィスピーウッズだわ。似てるけど。あだだ、なんだこいつ。自然への敬意とかないわけ。月読みには3200円のプライドがあるからそんなもんはないよ。プライドの値段までわかるの。愚かな木よ、振り倒されなさい。使い。木を切るにはぴったりなスキルだわ。やばい、ウィスピーウッズの攻撃も強い。あっぶねえ、もう少し回復が遅かったら死んでたぜ。これで終わりよ、切り倒されなさい。じゃあ、回復。あいつ意外とやるな。これで中ボス2体目撃破よ。あと残るはボスだけ、引き続き頑張ろう。そして30年後、そんなに経ってません。ボスは草体の獅子だ。つまりゾンビーの獅子ということよ。そのまんまなんだけど、火炎瓶も青い炎に変わってさらに強くなったのか。炎だけで大ダメージを与えているわ。生意気な奴がいるとは聞いていたが、こんな彼はそんな女だったとはな。そう思って舐めてかかるとあっという間に焼き豚にされるわよ。ちなみにラーメンのチャーシューはあまり好きではありません。知らんがな。危ない、急いで回復して。漫画肉で一気に回復だ。一度は夢見る骨付き肉ね。あの豚がっつり炎の中にいるけど大丈夫なのかよ。熱いとかの次元じゃないと思うんだけど。突進攻撃には気をつけて。あとは豚を切り刻むだけじゃー。おー、小娘ー。やったー。月読ちゃんでステージクリア成功。可愛いだけじゃない、この強さ3200円よ。全然伝わらねえ。皆さんどうもこんにちは。自転車に乗れた間もない頃に調子に乗って下り坂で手放ししたら大変なことになったウプ主のミーです。放棄があるから自転車に無縁なマリサと。自転車、余裕で乗れるわよ。余裕で乗れなくて諦めて捨てただろ。自転車に愛されなかった霊夢だよ。ということで今回は謎の自転車ゲームを実況していきたいと思います。ちょっとこの人ずっと後ろ向いてるんだけど前向けないの？めちゃくちゃ睨んでんじゃねえか。霊夢がバカにしていったから。私のせいなの？調子に乗ったこと言ってすいませんでしたー。今回は今にも自転車で襲いかかってきそうな恐ろしい男性を操作していきます。こんな目で自転車乗ってたら確実にヤバいやつだと思うよな。でもちょっと見てみて。豚ではございませんって T シャツに書いてあるよ。豚じゃないことくらい見りゃわかるぜ。そうだったの？てっきり。自転車で惹かれるぞ。いつまでも自転車をこがせてあげないのはジェームズがかわいそうだよ。こいつジェームズって名前なのかよ。それじゃあジェームズに思いっきり自転車をこがせてあげよう。うっとー、自転車最高ー。全然嬉しそうに見えないんだが。しょうがないよ。ジェームズはこの15年間暗殺者として感情を殺して生きてきたんだから、どこから突っ込んでいいのかわかんねえな。ねえ、今の見た。ジェームズすごいよ。こいつの運動神経すげえな。この時ジェームズは思った。この特技をうまく使えばモテモテになれるんじゃ。しかしそれは永遠に叶うことはないだろう。なぜならこの世界はジェームズと自転車しかいないのだから。究極のぼっちだな。見てよこのジェームズの後ろ姿。俺は女の子にモテモテになるためにこぐぜ。こぎ続けるぜ。こいつ絶対こけるって体勢でもこけないよな。かなり訓練された自転車乗りだからね。訓練された自転車乗りってなんだよ。このゲームただジェームズが自転車に乗るだけじゃなくて、自転車の改造もできちゃうんだよ。お、結構本格的なんだな。ちょっとウプ主好みに改造してみたら、よし可愛くしちゃうよ。じゃじゃーん、完成、ミルキーピンク号。わあ、すごい可愛い。そっちじゃねえよ。全体的にピンクで塗装したんだけど、細かいところはめんどくさかったから塗ってないよ。それは言わんでいいわ。なんかすごいいかつい顔でも可愛く見えちゃうね。いや、見えねえよ。ジェームズの腕がおかしいのは仕様です。転びまくってんのが原因だろ。病院行け。可愛い自転車ありがとう。これで女子受けバッチリだね。自転車の前に顔が怖くて誰も近寄らねえよ。顔が怖いか？あ、いい方法があるよ。なになに？またどうしようもないこと考えたんだろ。顔が怖いならこうしちゃえばいいんだ。ちょっと待って。どうしてこうなった？訓練された自転車乗りだからこんなことだって簡単にできちゃうんだよ。普通はできねえよ。ほら、これなら顔も隠れるし優雅な感じがしない？うん、すごいお上品になったね。一体どうなってんだよ。膝から上が地面に埋まってんぞ。ちょっと下はどうなっているのか見てみようか。なにこれ空中浮遊してんのか。どうだいこのスタイルは。キモい。お前白目向いてんじゃねえか大丈夫か。頭に血が。ジェームズの命がけのパフォーマンス素晴らしいよ。すごく感動しちゃったよ。お前も大変だろうけど頑張れよ。ああ、もちろん、これで可愛い女の子ゲット。